君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、アパシー小学校であった怖い話、月曜日、続きをやっていきます。いよいよ、6時間目。僕はね、普通に考えたら6時間目で終わりなんじゃないかって思うけど、やってみましょうか。しりとり小僧。いや、はじめまして。わかってるよ。僕に声をかけられるのを待っていたんだろう。6時間目まで放置されていて、寂しかったかい？はっはっは、何も言わなくていい。僕には理解できている。恥ずかしいのはわかってるさ。だってそうだろ。転校したばかりの君が、このクラスで最も人気があって輝いている。みんなの憧れ、風間祝が眩しすぎて、話しかけられないのは当たり前のことだから。あ、祝だね、風間祝。でも僕は、クラスの誰一人として差別したりしない。もちろん、男だって女だって、平等に愛するさ。今日からモーソルさんも僕のファンクラブの一員だからね。みんなと同等に優しく親切に接するから、何も心配しないでいいんだよ。さあ、何でもいいからさ、僕に聞きたいことを質問してくれたまえよ。そうは言っても、僕もとても忙しい身だからね。人気者の僕は、クラスのみんなとスキンシップをしないといけないからさ。だから、一つだけだよ。質問は一つだけにしてくれたまえ。さあ、カモン、質問。でも風間のあのキャラ、もともとの風間望むの方のキャラを考えると、まあ確かにあの結婚できたのかって驚きがすごい大きいんですけど、まあただ逆にこんだけ勘違いしてると、なんかそれにあーかっこいいってなっちゃったら、もうなんかその人は逃れられない感じの魅力を持ってるかもしれませんね。わかりませんが。何？別にない？ちょっとそれはちょっと失礼すぎやしないかい？僕の方からこうやって話しかけてるのに、その態度は冷たすぎるよ。さあ、何か質問してくれないと離れないぞ。背後霊のようにずっとつきまとってやる。こうして君の家までついていってしまうからな。そうか、分かってくれたのかい。じゃあ改めまして、カモン、質問。何、給食で美味しいメニューを教えてくれって？おいおい、待ってくれよ。食いしん坊だね、君は。そういう話は進藤や御手洗に聞いた方がいいんじゃないの？あのさ、質問してほしいのは僕にしか話せないような話だよ。どうしてそんなに僕の髪がサラサラヘアなのかとか、そのすべすべな肌はいつもどうやって手入れしているのかとか、今度の日曜日はどこに連れて行ってほしいかとか、誕生日のプレゼントは何が欲しいとか、いろいろあるじゃないか。そういう質問なら一つには限らないよ。いくつでも答えるから。さあ、準備はいいね。レッツ、クマモン、カモン、質問。ん？この学校の怖い話を教えてほしい？君さ、僕の話本当に聞いてた。本当？僕にしか話せない話。って、確かに僕にしか話せない怖い話はあるな。うん、とっておきの怖い話がある。まだ誰も知らない話だ。いや、でも、それは話せない。なぜかって、それは恐ろしすぎて、話を聞いた者がおしっこを漏らしてしまうからさ。え、そんなに怖い話なら、なおさら聞いてみたいって。君も怖いもの知らずだね。本当にいいの？どうなっても知らないよ。まあ君がどうしても僕の魅力に参ってしまって、聞きたくて仕方がないというのなら、ちょっと話してあげてもいいかな。じゃあ会話料500円。と言いたいところだけれど、今日は最初だから特別サービスだ。300円でいいよ。お金取るのかって、当たり前じゃないか。風間望は500円だったからちょっと安いんだね。やっぱ小学生だけあって。でも、そうだね。そう考えると風間安いね。高校生になっても500円にしかなんないんであれば。この世はすべてお金で成り立ってるんだよ。誰かに何かを頼むときはお金を支払うのが社会のルールってもんじゃないか。ああ、わかった。わかったからこっちを向いて。ちょっと僕の話を聞いてくれたまえよ。そんなに急いでどこへ行くって言うんだ。もうすぐ6時間目が始まっちゃうよ。先生に怒られるからどこにも行かないで。頼むから僕の話を聞いてよ。ね？お願い。あ、やっと機嫌を直してくれたようだね。負けたよ。モーソルさんも商売上手だね。仕方ない。そこまで君が言うなら、今日はただでいいよ。転校初日だから大サービス。まったく、僕も人がいいな。その代わり、聞いた後にどんなになっても知らないよ。怖すぎたから責任取れって言われても、僕は君のパートナーにはなれないよ。今晩怖くて眠れなくても、僕はそばにいてあげられないよ。それでもいいんだね。わかった。それじゃあ話してあげよう。6時間目は国語か。おう、まさにグッドタイミング。これから僕が話そうと思っているものにぴったりの授業だ。くれぐれも断っておくけれど、自己責任でよろしく。もう、後戻りはできないよ。ふふふふふ。
君はこの学校にしりとり小僧という伝説があるのを知っているかな。もちろん知らないだろうね。しかし転校してきたばかりの君といえど、いつしりとり小僧に出会ってしまうかわからない。だからぜひ覚えておいてくれたまえ。モーソルさんはしりとりをしたことがあるだろう。誰だって友達と一緒にいて時間が空いた時や休み時間や帰り道、なんとなくしりとりをしたことがあると思う。僕もしりとりは名人だ。今まで誰にも負けたことがない。さて、君だったらどれくらいしりとりを続けることができる？ 10 回？ 20 回？簡単そうに見えて、しりとりはなかなか奥が深いものさ。しりとりの奥義に言葉攻めというものがあるのを知っているかい？知らない？そんなわけはないさ。君だって使ったことがあるだろう。ほら、同じ語尾で終わらせて相手を追い詰めていく作戦だよ。例えば、単価とか民価とか発価とか、かで終わる言葉ばかりを使うと、相手はかで始まる言葉ばかりを言わなければならない。こうやって攻められると、最初はいいけれど、次第に使える言葉がなくなっていき、簡単にギブアップしてしまうんだ。だから、単語の中でも最初の一文字のレパートリーがあまりない言葉を探すのさ。例えば、ラ行。ラで始まる言葉は意外と少ないんだよ。でも、相手をラ行攻めにするということは、自分の話す言葉の語尾をラ行で終わらせる必要がある。そこで、僕はルで攻めることをお勧めする。なぜなら、ルで終わる言葉はとても多いんだよ。だって、動詞のほとんどはルで終わるじゃないか。動詞もいいの？帰る、入れる、入る、戻る、蹴る、ある、知る、切る、照る、見る、つる、来る、せる、うる、見る、去る、得る、おる、狩る、はる、それ、取る、出る、いる、来る、散る、減る、なる、まる、ルルルルルル、な。相手がどんな言葉を使ってきても、大体ルで返せるんだ。特にほとんどすべての50音がルをつけるだけで、簡単な二文字言葉として成り立ってしまうのさ。え？しりとりで動詞を使うのはルール違反？モーソルさん、鋭いツッコミだね。そんなこと、僕が知らないと思ったのか？君が知っているかどうか試したのさ。嘘なもんか、本当さ。でも動詞を使っちゃいけないなんてルール、みんな知らないよ。知らないな、ルール違反じゃない。誰かに指摘されるまで動詞を使いたまえ。はっはっは。さらに、相手だってバカじゃない。当然、相手も同じ手を使ってくるはずだ。だから相手がルで終わらせてきたときは、ルルとかルールで返せばいい。他にも、ルで終わる言葉はいっぱいあるぞ。ルイビル、ルートビール、ルイドール、ルーブル、ルアーブル、ルイヒール、ハイヒール、ルードル、ループパズル、ループコースパズル。ループパズルとループコースパズルはいいんだ。ルマンド。ルで終わる言葉じゃなくね、ルマンドは。ルーブル。ルービックシェル。なんか他にも、あ、ハイヒールはルで終わる言葉か。ルービックシェルパズル。ルービックシェルパズル。ルミエール。はあはあ。まだまだあるぞ。あ、なんか、もういいや。もういいや。はあはあはあ。まだまだあるけれど、こんなものでいいかな。え、途中何度か、ルで始まらない言葉や同じ言葉が出てきたって？意外と注意深いね、モーソルさん。まあ、細かいことはいいじゃないか。とにかく、ルで始まり、ルで終わる言葉はいっぱいあるってことを言いたいだけなんだから。え、それぞれどんな意味か教えてくれって。知らないよ、そんなことは。とにかく僕は言葉を覚えるのに必死で、言葉の意味なんて覚える余裕はなかったんだから。なんだって、そんな言葉本当にあるのかって。失礼な、あるに決まってるじゃないか。仮にもしなかったとしても、その時はうまくごまかせばいいんだよ。本当にあるかどうかなんて問題じゃないよ。大事なのは、本当にあると思い込ませることなんだから。とにかく、ルで始まりルで終わる言葉と、ルで終わる動詞を使いまくることで、しりとりに負けることはないんだ。さあ、勉強になっただろう。これで僕の話は終わりだ。え、勝手に終わらせるなって。何、しりとり小僧？へえ、君は転校早々間もないのに、伝説のしりとり小僧を知っているのかい？僕が話した、話の途中？ああ、そうだった、そうだった。君が話を横道にそらすから、すっかり忘れていたじゃないか。まったく、お茶目さんだな。それで、そのしりとり小僧に出会うためには、しりとりをやらなければならない。でも、ただのしりとりじゃないぞ。条件がある。まず3人以上でないとダメだ。2人でしりとりをやっても、しりとり小僧は現れない。3人以上で、初めてしりとり小僧は現れるんだ。まず最初に、3人がそれぞれ1人ずつ、しりとり小僧、しりとり小僧、これからしりとりを始めますので出てきてください、と言うんだ。この時間、この時間違っても、しりとり小僧とか焼き鳥小僧とか言ってはいけないよ。別の小僧を呼び出してしまうかもしれないからね。え、何？焼き鳥小僧に興味がある？本当に食いしん坊だな、君は。
鳴神学園にはしりとり小僧の他にもいろいろな小僧がいるんだ。彼らは七人小僧と呼ばれているんだけれど、それを話すと長くなるから、それはまた今度にしよう。そっちが聞きたい。そこまで言うのなら、そっちを話してもいい。でもそれは、会話料500円をいただくよ。え？しりとり小僧の話でいい？なんだよ、僕は焼き鳥小僧の話でもよかったのに。それじゃあ続きを話そうか。集まった三人がそれぞれ、しりとり小僧を呼び出す呪文を言ったら、いよいよしりとりを始めることができる。この時、必ずしりとりを100回以上続けなければならない。どんなことがあっても、100回以上続けなければ、しりとり小僧はやってこない。どうだい？難しいだろう。簡単だって。それじゃあ3人集めて試してみるといいさ。しりとりを100回以上続けることが、そう簡単じゃないことがわかるはずさ。これで僕の話は終わりさ。どうだい？勉強になっただろう。なんだって？オチがない。あのね、オチって僕は落語を話してるんじゃないんだよ。オチなんてないよ。だってこれは現実の話なんだから。何？しりとり小僧が出てきていない？そりゃそうさ。だってしりとりを100回続けるのはとても難しいことなんだからね。だから誰もしりとり小僧に会えないんだ。どうしてって、しりとり小僧とはそういうものだからさ。噂では身長は20センチほどと言われている。ただ誰も見た者はいないからね。本当かどうかは定かではない。ああ、恐ろしいな、しりとり小僧。終わり。なんだい、その不満そうな顔は。君、僕の話を信用してないな。しりとり小僧なんて僕の作り話だと思ってるだろう。いいだろう。そこまで言うのなら、僕が体験した世にも恐ろしい怖い話をしてあげようじゃないか。でもこの話を聞いてしまったが最後、僕は責任を持てないからね。もう一度念を押すよ。それでもいいんだね。よし、わかった。やっと始まる？やっと始まった。あれは、まだ僕が5年生だった時のことだ。もちろん5年生の時も僕は人気者だった。その日も僕を追い回すファンクラブの女の子たちから逃げ回るため、ひっそりと教室の教壇の中に隠れていたのさ。そんな時、偶然教室にいた女の子たちが3人、しりとり小僧を呼ぶ儀式を始めたんだ。彼女たちの名前は、仮に A 子さん、B 子さん、C 子さんとしておこう。名誉のためにも本名は言わない方がいいだろう。面白そうだから僕も参加したかった。でも顔に ABC って書いてあるのなんか嫌だな。怖いね、なんかね。でも僕はあえて涙を飲んだ。僕が姿を見せれば、彼女たちは僕を放っておくはずがない。せっかくの儀式が中断され、しりとり小僧もかわいそうな思いをしてしまう。だから僕は教壇の中に隠れて、ずっと彼女たちの様子を見守ることにしたんだ。この辺の優しさが、僕が持てる101の秘訣の一つかな。あ、そこはメモしてもいいよ。ねえ、本当にしりとり小僧なんているのかな？だから、それを私たちで証明するんじゃん。一応ルールの確認ね。たとえ別の意味があったとしても、同じ言葉は2回使っちゃダメ。それから最後が、んだと終わっちゃうからダメ。そっか、たとえ別の意味があったとしても同じ言葉は2回使っちゃったが、雨と雨はダメってことだね。あと、図とか義とか濁音で終わった時は、すや木ではなくて、ちゃんと図や義の濁音で始まる言葉から続けること。難しいね。それから、もちろん動詞もダメだからね。じゃあ始めるよ。しりとり小僧、しりとり小僧、これからしりとりを始めますので、出てきてください。しりとり小僧、しりとり小僧、これからしりとり始めますので、出てきてください。まあ、3回言ったと。三人は、それぞれしりとり小僧を呼び出すための呪文を唱え、いよいよ儀式が始まった。最初はしりとりからだね。それじゃあ、しりとり。理科。傘。理科いいの？魚。名前。そうやって彼女たちはしりとりを続けていった。あ、理科はあれか。授業の理科か。僕は面白そうだから、教壇から顔を出してチラッと覗いてみた。すると彼女たちは、チェックシートを用意していて、きちんと100回数えるために、一言言うたびにシートに印をつけていたんだよ。さすがは僕のファンクラブ会員だね。あ、言いそびれていたけれど、彼女たちは立派な僕のファンクラブの会員たちだよ。だからこそ、僕は教団から出られなかったんじゃないか。絆、ナマズ、図星、シマウマ。驚くことに、彼女たちのしりとりは終わらなかった。このままだと100回以上続く勢いだった。僕は思わず教団の陰から身を乗り出し、そっと彼女たちの様子を見守った。無事しりとり小僧を呼び出せたら、彼女たちを熱くハグしなければならないからね。彼女たちはしりとり小僧よりも、そんな僕の嬉しすぎるサプライズに感動して気絶してしまうかもしれない。95回、96回、97回、しりとりは続き、感動の瞬間が近づいてくる。僕も彼女たちをハグする準備に入り、今か今かとその瞬間を待った。
ゴロネ、ネズミ、ゴロネってなんだろう。そしてついに感動の100回目を迎えたんだ。未来。しかし何も起こらなかった。彼女たちも不思議そうな、つまらなそうな、何とも言えない複雑な表情をしていたよ。でもしりとり小僧が現れなかったら現れないで、ノープロブレムだ。彼女たちが待っているのは僕の熱いハグなんだからね。あとは頃合いを見計らって、僕が3人を抱きしめれば万事解決じゃないか。ところが、イカダ、大学芋、モグラ、彼女たちは100回を超えたというのに、そのまましりとりを続けたのさ。もしかしたら、カウントを間違えた可能性もあるし、伝わっている噂は間違っていて、しりとり小僧はもっとしりとりを続けないと現れないのかもしれない。僕はそんな彼女たちがとても愛おしかった。ハグだけでは彼女たちに申し訳ない。熱い口づけもせねばなるまいと、僕は固く誓ったよ。なんなら、ベロチューをしてあげてもいいと思ったほどさ。骸骨、つくし、しらみ。ところが、彼女たちのしりとりは一向に終わらないのさ。僕も300までは数えていた。でも、その後はさすがの僕も数えられなくなってね。だって、人間の指は10本しかないからね。300まで数えたのだって奇跡に近いのに、それ以上数えるなんて、まさに神の領域だ。だから、あとはじっと待つことにした。しりとりが終わるのをね。しりとりが終わったら、頑張ったご褒美にハグしてあげればいいじゃないか。なのに、彼女たちは延々としりとりを続けるんだよ。正直言うと、そろそろやめてほしかった。僕も、いつまでも彼女たち3人だけに構っているわけにはいかないからね。さっさとハグとベロチューを済まさないと、僕を待っている他の女の子たちにも迷惑じゃないか。いいかい、ここのところとっても大事だからね。あくまで僕はベロチューをしたかったわけじゃないから、僕を待っている大勢の女の子たちのためにも、早くこの場を去りたかっただけだからね。それからもう一つ、僕は決して教団の中に隠れているのが辛くなったわけでも、飽きたわけでも、お腹が空いたわけでもないからね。ここも大事なとこだから、忘れずにね。メモしていいよ、メモ。限界、威嚇、苦悩。いい加減に、そろそろやめにしない？もう私疲れちゃったよ。しりとり小僧なんてちっとも出てこないし。そう言ったのは、エイコちゃんだった。僕はほっとしたよ。エイコちゃんには、真っ先にベロチューしてあげようと思ったさ。しりとり小僧なんて、やっぱ嘘だったんだね。試した私たちもバカ見たね。ねえ、帰りに何か食べてこうよ。みんなお腹空かない？いいねいいね。私もお腹ペコペコ。この前行ったお店、超まずだったよね。信じられないって感じ。じゃあさ、駅向こうにできた新しいショッピングモールに行ってみない？しりとりを終えた彼女たちは、早速食べ物の話に花を咲かせた。ふふ、花より団子。可愛らしいじゃないか。出て行くなら今だ。でも僕は出て行かなかった。教団の陰から、もう少し様子を見守ることにしたんだ。なぜかって？君にはわからないのかい？何とも言えない危険な匂いを。僕は感じた。この雰囲気はいつもの彼女たちの会話とどこか違うぞってね。え、なになに？そもそもしりとり小僧の話が嘘くさい。根本的な話だった。おいおい、ちょっと待ちたまえよ。そこまで言うなら、これからの彼女たちの会話にもっと注目して聞いてみるといい。これこそしりとり小僧がやってきている証拠だったのさ。行こう行こう。あのショッピングモール、私も目をつけてたんだ。ああ、本当にお腹減っちゃった。あのさ、私ちょっと気づいちゃったんだけれど、みんな変に思わないのかな？何が？別に変なことなんてないわ。私ね、実は言い出しにくかったんだけれど、なんかさっきから体が動かないの。どうしてかな？しりとりになってるね。会話がしりとりになってるね。なんていうか、実は私もそうなんだ。帰ろうとしても足が固まったみたいで動かないんだよね。それに私たちの会話、ひょっとしてまだしりとり続いてない？いい加減なこと言わないで。でもさ、本当に体動かないし、しりとり小僧の呪いだよ。きっとしりとり小僧が来てるんだ。そうなんだ。彼女たちのしりとりはまだ続いていたんだよ。普通に会話しているつもりでも、彼女たちはしりとりを続けていた。すごいけどね。いや、続けさせられていたんだよ。だったらさっさとしりとりを終わらせればいいのよ。誰か最後に、運をつけて、しりとりを終わらせなさいよ。喜んで。しりとりを終わらせられるなら、運で終わる言葉を喜んで言うわ。じゃあやるわね。もう帰ろうよ。あーか、会話が変、変になってるわ。私の番ね。続いちゃった。そこで終わったってことにしなければいけるのか。私が、んで終わらせればいいのね。みかん、やったー。んで終わった。
あんたばっかじゃないの。みかんって言っても、その後何か喋ったら意味ないでしょ。しょうがないわね。私が終わらせるわ。これでしりとりは終わりじゃん。そう言ってから、三人は静かに口をつぐんだ。そして、お互いの顔を見合わせた。終わった？終わったの？どうだろう？あれ？動ける？動けるよ。お、終わってるね。本当だ。それに、会話もしりとりになってない。あはは、助かったんだよ、私たち。三人は飛び上がって喜んだ。確かに、彼女たちの体は動いたし、もう会話もしりとりになっていなかった。だから僕がハグをしに、教団から飛び出そうとしたその瞬間、彼女たちの異変に気づいたんだ。何？ブワーブワー。突然、三人が言葉にならない奇妙な声でうなり始めたんだ。どんよりとした目で首を前に突き出し、あんぐりと口を開け、体の力を抜き、手をだらんと垂らしている。あ、ガガガ、あが。ごガガ、ガガガ。ぐ、げ、げ、げげ。彼女たちは、三人揃ってブルブル小刻みに体を震わせたかと思うと、突然ガクンと顎が外れ、信じられないほど大きな口を開けたんだ。ああ！そして、口の中から茶色の指が突き出てきたのさ。その指は口元をつかみ、さらに口を押し広げるようにうごめいていた。そして、口の中から窮屈そうに小さな生き物が這い出てきたんだ。そいつは細い目に大きな口、恐ろしいほど人相が悪かった。三人の口から飛び出してきたそいつは、ケケケと気味の悪い声を発しながら、そのまま教室の外に消えていってしまった。あれが、小僧感なかったけどな、ちっちゃいおっさんって感じだったけどな。そして後に残った彼女たちは、まるで糸を切られた操り人形のように、へなへなとその場に倒れ込んだんだ。それはもう、言葉では説明できないほど、すごい光景だった。アホ大丈夫？さすがの僕も動けなかったからね。僕は倒れている彼女たちに近づくべきかどうか迷った。普通なら、女の子が倒れていたら、助けるのが僕の役目だろう。でも、僕は動けなくなっていた。これはきっと、しりとり小僧の呪いが僕にも影響していたんだろう。しかし、それではあまりに僕の両親が許さない。僕は、しりとり小僧の呪いと必死に戦った。決して腰が抜けたとか、怖くて動けなかったとか、そういうわけじゃないからね。僕は必死に戦った。呪いを打ち払わねば、彼女たちを救えない。そう、白馬の王子様は、僕以外考えられないんだからね。それで、しばらくしてようやく膝の震え、いや、しりとり小僧の呪いが解け、彼女たちを助け起こそうとしたその時。はあ、ああ、よく寝た。まだ眠い。どれくらい寝てたんだろう。あ、もうこんな時間だよ。なんかすごい寝ちゃったよ。教室でへたり込んで寝てたら、何ってなりそうだけどな。寝たってなんないけどな、あんま。大変だ。早く帰らないと。三人はまるで、深い眠りから目覚めたように起き上がると、何事もなかったように話し始めたんだ。それにしてもしりとり小僧なんて、やっぱりいなかったじゃん。まあ、嘘だってことは分かっていたけれどさ。本当だよね。しりとりしていたら全然終わらないから疲れちゃって。あれ、それで眠っちゃったんだっけ？よく覚えていないけれど、みんな寝ちゃったってことはそうじゃないの？なんかその辺、もやもやしてるし。私もよく覚えてないや。でもしりとりってつまんなかったよね。なんか損しちゃった気分。完全に記憶を失っているようだった。まあ、口の中からしりとり小僧が出てきたなんていう、おぞましい記憶は忘れた方が良かったのかもしれないな。その代わりに、僕のハグを堪能できるんだから、これ以上の幸せはないはずさ。だから、今度こそ僕は飛び出そうとしたんだ。そしたら、突然何者かが教室に駆け込んできたのさ。まさか、しりとり小僧が帰ってきたのか？ねえ、風間見なかった？見てないけれど。あいつ、突然後ろから抱きついてきやがったんだ。見つけてギッタギタにしてやるんだから。あんなバカほっときなよ。追いかけるだけ時間の無駄だって。本質が同じだな、やっぱな。風間のそぶと一緒だな。そうだよ。それよりさ、私たちこれから何か食べに行こうって話してたんだけれど、一緒に行かない？あ、いいね。行く行く。はっはっは、しりとり小僧じゃなかったよ。突然、教室に駆け込んできたのは僕のファンクラブの女の子だったのさ。本当は僕のことが好きで好きでたまらないのに、素直じゃないんだよね、女の子って。さっき廊下ですれ違った時、後ろからハグしたら、あまりの嬉しさに悲鳴を上げて、僕を追いかけてきたんだ。捕まったら、きっと僕を解放してくれないだろうから、逃げ回って教団に隠れていたんだけどね。それで、おかげで、すごいものを見させてもらえたよ。まったく、人気者は辛いな。あっはっは。というわけで、しりとり小僧は実在する。本当に恐ろしいやつさ。
彼女たちが楽しみにしていた僕の熱いハグとベロチューを奪ってしまったんだからね。しりとり小僧は、呼んだ者たちの記憶を消し去ってしまう妖怪らしい。だから、たとえ100回しりとりを続けられたとしても、しりとり小僧を見た者はいないことになってしまう。それで、誰もしりとり小僧を見ることはできないという伝説が完成したのさ。ああ、わかっているよ。モソルさんがすっかり僕の虜になってしまったことはね。だからといって、お礼はいらない。いるのは礼金だ。感謝の言葉より、ポケットの現金。その件に関しては、今度ゆっくり相談しよう。モソルさんとは仲良くできそうだ。他にも聞きたい話があれば、いつでも僕のところに来るといいさ。でも、その時は500円を忘れずにね。風間らしい話だったなぁ。あ、放課後って増えてる。あ、学園七不思議。なんか本編みたいなあるじゃん。はい。というわけでございましたが、まあ、風間は風間らしく、でもちゃんとね、しっかりした話も中に入ってたんで、よかったですね。いや、風間柊と風間望む一緒すぎるね。小学生の時からあんな感じの勘違いイケメン、ナルシストだったんだね。はい。というわけでまた次ね、放課後。多分最終話だろうね、これね。やっていこうと思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。バイバイ。